どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、現在ですね、ワンピースモッドはまだちょっとアップデートというものがないんですけど、これ先にちょっと見ていただきたいんですけど、こちら百獣のカイドウ、そして黒ひげ、そしてまあ、T1 とシャンクスと、こちらがね、今新4個を今用意したつもりなんですよ。まあ、バギーがいないんですけどね。あとこれルフィなんだけど、これねギアフィブスじゃないんで、ちょっとこれは4個じゃないかなと思ってこれ用意してないんですけど、今回ね新4個 VS 旧4個で戦わせたいと思います。でもかといってこのね旧4個カイドしかいないから、この2人対1人だったらちょっとさすがにさ数が少なすぎるということで、今回バージョン 1.16.5 も入れます。はい、まあ、どうやってやるかっていうと、まずですね、じゃあまず例えば、新4校からやっていくってなると、こちらね、クジラ様のモッドがありまして、このクジラ様のモッドので、誰がいいかな。まあ長々とやっちゃうのもあれだから、そうだね、あ、じゃあ、当時、やっぱり当時かな。まあ、当時がいいかな。これ伏黒当時、まあ、こちら、あ、でもミゲルでもいいな。ミゲルにしようか。ミゲルで、まずミゲルを出します。でそのキャラクターとまず4校シャンクス、そしてティーチ、その2人を戦わせるんですよ。でミゲルを何体倒せたか、それをまず計算します。そしてその後に、カイドウもやります。カイドウやって、まずカイドウ1人でミゲル何体倒せたか、それを、まあ、計算というかね、計算したま、計算したまま次バージョン 1.16.5 に行きます。そして、ミゲル確かいたよね。いなかったらどうしよう。チェックしようか。まあ、いなくても最悪、向こうで同じキャラにすればいいから、そのミゲルと、ミゲルがいたとして、ミゲルと、バージョン 1.16.5 のギアフィブスルフィ、そちらを、戦わせます。で、何体ミゲルをそのギアフィブスルフィで倒せたか。そして、その後、この、シャンクスとティーチで倒した数と、ギアビブスルビーの数を足します。それが新4校が、まあ、ミゲルを倒した数になるわけですよ。で今度このバージョン 20.1 の旧4校の方のカイドウではなくて、バージョン 1.16.5 に白ひげがいます。はい、その白ひげも戦わせます。でこの数を合わせて、その数が多い方が勝ちという、ちょっとね手間がかかっちゃうんだけど、そちらでちょっとやりたいと思います。ということで、じゃあまずシャンクス、はい、すいません、あの後ですね、ちょっとミゲルと戦わせたんだけど、ミゲルがシャンクスに全くダメージ与えられずに、当時が逆に強すぎるので間取ってちょっとナナミンにしてみたんだけど、どうかな。じゃあシャンクスとナナミンまず行きましょう。さあ戦うが、どうだろうな、ダメージ量、あ、でもまあいいかもしれん。あ、いい感じかも。さっきミゲルね1人倒されるためにこんぐらいだったのよ。こんぐらいのダメージだったから、多分どんだけとんでもない時間かかると思って、やっぱりナナミンだな。前もやったけど、やっぱりナナミンが一番なんかアベレージを取ってる気がする。さあまず1体目のナナミンですね。これが1体目で、次 T1 もやります。でその後カイドウやって、何体のナナミンが、ごめんねナナミン、ちょっと本当にごめんねナナミン、でもナナミンが強いからこの企画が成り立ってるんだ。さあ次2体目のナナミンですね。これちゃんとちょっと計算しておかないと、ちゃんとメモしておかないといけないかもしれない。シャンクス2とか、まあ、シャンクス2じゃなくていいか、新4校合計何とかでいくか。さあどうだい、これナナミがまだ半分、あ、そしてシャンクスも半分減ってきた。これはかなりやっぱり強い、すごいね、素晴らしいです。まあこれちょっと間髪入れずに今回戦わせますね。カイドウもそのまま連発でいきますね。さあそしてガラガラで大ダメージ、しかしビオリフォーン、まだ続くぞ、休む暇などない。さあそしてここでシャンクスがやられる。3体目のナナミンに今、シャンクスがやられたという感じになります。まあでもまだ3体目だからな。意外とやっぱりナナミン強いな。前もなんかその検証かなんかの時に、そのどっちが強い、ロジャーだったかな、ロジャーかなんか戦わせた時もなんかナナミンを使った気がするんだよ。さあそしてここで全ての黒い毛の闇の技で、綺麗さっぱりなくなるが、しかしまだナナミンは後ろから出てくるぞ。さあまだ3体目か、まだ3体目です。これはちょっとどうだ、カイドウ次第だけど、4体目、これ多分、これで多分ティーチやられそうだね。4体目のナナミで、残り、あとは残り体力かな、残り体力がどうなるかっていうところではあるが、167、そう、しかしここでガッツリ切られる。さあ4体目のナナミがどうだ、倒せるか、倒せる、あー、ギリギリ耐える。4体目の
まあ約100かな、4体目の100、ちょっとこれメモしていきたいなと思います。4体目の100ね。じゃあ次、ナナミンとカイドウ、さあ4体目の100ということで、ちょっと待ってね、メモしながらになると思うんだけど、4の、100ですね。はい、よし、 OK、 よし、さあ行こうか。これで問題はカイドウがどれだけ、よっ待って、全然食らわなくね、あれ待って、あれカイドウ、カイドウさん、勝った。いやでもまだわかんない。いやでもさ、白ひげ、まあでも、まあでもギアビームスルビーがね、もしかしたら覚醒してめちゃんこ倒してくれる可能性はあるからな。いやでもまだこれ2体目ですけど、2体目、うわお、ちょっと待って、2体目です、2体目でまだこの体力です。8体9体くらい倒すんじゃないかね。しかもなんだったら白ひげもいるから、これメタメタ強いかもしれないね。ちょっと待てよ、大丈夫か、ダメージが646、638、どうでしょうこれ。ちょっと待って、どこ行った、いないパー。さあ行け、ナナミン、さあこのまま体力半分まで。これ待って、これはもう新4校とか旧4校とか関係ないんじゃないの。まあ一応でも見せよう、一応でも最後までやろう。白ひげと、白ひげも入れて戦わして、でギアミルスも入れて、ちょっと戦わしたいんだけど強すぎー。5体目です、5体目、あでも結構、まあ、5体目で半分か。じゃちょっとこれカットしましょう。でちゃんとあの、なんだろう、何体倒したか ちゃんと見せますね。はい、ということでじゃあいきます。何体だ、すいません、皆さん申し訳ございません、こちらカイドウの亡骸です。こちらカイドウの亡骸なんですが、はい、この、あ、でも経験治療見てわかんないか。今、ちょっと目鼻、あの、長すぎて、もう1体7ミン出たら出すって感じでやってたら、これ今、本当にカイドウの亡骸なんです。あの、これ倒しても、あの、経験値出ない、こんな経験値出ないはずなんで、見せよう。あの、経験値出ません。ちょっと待ってね。あの、カイドウの経験治療です、あれは。ちょっと見せよう、ちゃんと見せよう。7ミン倒れても、見て、こんな経験値出ないんですよ。カイドウ倒された時なんですけど、これね、なんと数、とんでもない数です。時間は、なんと数は22体です。もう決まりだろこれ。いやでもやるけどね。じゃあ今からちょっとギアフィブスと白ひげを、あの、同じナナミンと戦わせて合計をやりたいと思います。現在は、シャンクスとティーチ合わせて4体、カイドウ22体ということで、さあどうなるでしょう。はい、ということでやりたいと思います。ちょっと一回ね、今ダメージちゃんと与えられるかとかチェックしたので、はい、じゃあまずニカですね。ニカ VS、まずあの新4校のニカ VS、ナナミンでいきたいと思います。今でも4体ですね、4体新4校倒してる。あとごめんなさい、一つ忘れてたら、説明し忘れてたのが、4校に、今旧4校にももちろんシャンクスがいるわけですよ。なのでシャンクス、こちらのバージョン 1.16.5 のシャンクス、はい、こちらを入れ、もう戦わせたいと思いますが、がですよ、これ正直言ってもうここでもうナナミンが、要はまあカイドウが22体倒したわけなんで、このギアビウスルビーがもう22体以上いかなけったら、もう勝敗消したということで、最後までちょっとやらな、まあ一応最後見せますよ、白ひげとナナミンだったらどんな感じだったのかっていうのをちょっと最後にまあ軽く見せるぐらいで、ちょっとこれでね、22を超えなければ、ナナミを倒した回数22を超えなければ、このまま、まあ9-4校ってカイドウが強すぎる。カイドウがまあ強いということになります。いや、なんであんなにカイドウ強いんだろう、本当に。いやね、まあ確かにカイドウは強いよ。そのなんだろう、まあニカが勝てたのもまあねえ、まあいろ、あれだけど、でもそれにしてもやっぱカイドウ強いよな。さあそしてニカが今のところ2体倒して合計6体ですね。6体と、まあダメージ与えてるから約7体。あー、これはまあ残り体力、確か残り100とかだったから、まあ6、まあ甘く見積もって7体。はい。ということで、こちら7体となりました。いや、これはもう勝敗消したかな。はい。まあ一応ね、白ひげ見せておきます。こんな感じで。白ひげくんもいるんですよ。白ひげだったらどんな感じだったんだろう。はい。白ひげとナナミンだったらどんぐらいダメージ与えてたのかな。白ひげも、カイドウぐらい強いかもしれんけど。さあどうでしょう。あー、やっぱ強いなー、強いねー、これはもう絶対、もう、旧4校が、
旧四皇の強さがまあね、これからね新四皇はさらに強くなるかもしれないんだけど、まあ今のところは、やっぱり旧四皇が強いということですね。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。